スエズ運河、スエズ運河、スエズ運河、アラビア語は、エジプトのスエズ地境に位置し、地中海と航海、スエズ湾を結ぶ、海面と水平な人工運河である。船だけではなく、大東電信会社の電信ケーブルも運河を通った。1869年11月開通。本運河により、アフリカ大陸を回らずにヨーロッパとアジアを海運で、 連結することができる。運河は北端のポートサイドと南端のスエズ市タウフィー区港を結び、中間点より北に3トルの運河西岸にはイスマイルアがある。建設当初のスエズ運河は全長1 6 4トル102マイル、深さ8ル26フィートだったが、その後何度かの拡張工事を受け、2010年段階では、 全長 193.30km、120.11マイル、深さ2 4七79フィート、幅2 0 5百673フィートとなった。スエズ運河は南北どちらかの一方通行で運営され、船のすれ違いはバッラバイパス、ボーラバイパスやグレートビター湖など4箇所で可能である。運河には門がないため海水は自由に流れ、 主に夏にはグレートビター湖から北へ、冬は南へ水流が生じる。潮目の変化は湖の南で起こる。運河はエジプト政府が直轄する SCA が所有運営している。しかし国際協定における規定も存在し、1888年のコンスタンチノープル協定では紛争時を除き航行の自由が保障されたが、有事の際も平時同様、 軍事目的の船舶であっても、所属国の遺憾を問わず航行が認められるという、解釈もなされている。運河は、喫水20メートル、66フィート以下、または、最下重量数24万トン以下かつ水面からの、高さが68メートル、223フィート以下、最大幅77.5メートル、254フィート以下の船が航行できる。 これを上限とする基準をスエズマックスという。この基準では、超大型のタンカーは航行できない。最荷重量数が超過するような場合は、荷物の一部を運河が所有する船に一時的に分散して、通過後に再度乗せ直すことも行われる。1869年に運河が開通するまで、トーマス・フレッチャー・ワグホーンの陸層郵便や、ロバートス・チー・ブンソンの鉄道路など、 地中海と航海の間は、船から荷下ろしされ、陸上を運搬する方法がしばし用いられていた。スエズ運河を通過しなければ、アフリカ大陸南端のアガラス岬を開港しなければ、ならない。現在でもこの航路を取る必要がある。スエズマックスを超過する船は、ケープサイズと呼ばれる。ロンドン横浜間を例に取ると、アフリカ開港では14,500海里、 26,900km かかるところを、スエズ運河を通れば距離は1万1000回り、2万 400km となり、24%の短縮となる。ただし、21世紀初頭には、ソマリア沖の海賊や高い保険料を避けるために、この航路を取る船が増えた。スエズ運河を挟む、地中海と航海には、海面の高度差がほとんどなく、運河中に、拷門は設置されていない。 運河を通行できる航路は1レーンのみ、設定されており、船がすれ違う場所は、L イコールカンタラ近郊のバンラバイパスや、グレートビターコなど5カ所に限定される。そこで通常は、10から15隻程度の船団3つを組んで、航行することになる。ある1日を例に挙げれば、北から1船団が早朝に侵入し、グレートビターコに停泊すると、南から上る船団を待ち、ここですれ違う。 この南からの船団は、バンラバイパスまで進むとここに止まり、北から来る2番目の船団とすれ違う。運河を通過するには、約時速15キロメートル、8ノットの速度で11から16時間かかる。このような低速航行をすることで、運河の機種は波で侵食されることを防いでいる。運河は、年中無休で運用されている。1960年代から、 運河は全面的な改修が行われた。第一期工事は1961年に始まったが、スエズ道乱で長く中断し、1975年に再開され1980年に13億ドルをかけた拡張計画が終了した。これによって、航路幅は89メートルから160メートルに、水深は14.5メートルから19.5メートルと、 なり、通過できる船舶の規模も拡大した。1995年までにヨーロッパで消費された石油の3分の2は、スエズ運河を経由した。世界の近海航路を利用する船舶では7.5%が、スエズ運河を利用し、2008年の統計では2万1415隻が通過し、総計53億8100万ドルの使用量が収められた。1隻あたり、 平均料金は25万千ドルである。スエズ運河は通行できる船舶の大きさ、総通行量ともにパナマ運河を上回る。スエズ運河町 SCA 理事会は2008年1月1日付で船舶やタンカーの運河通行に関する規則を改定した。その最も重要な点は62フィート船舶の通行許可と船舶最大幅を32メートル。 105フィートから40メートル、130フィートまで拡大したこと、運河の境界内でダイバーを活用する際、事前に SCA の許可を得なければ罰金が課せられるようになったことがある。また、放射性物質や可燃物などの危険物を積載した船舶についても、国際協定で定める最新の規定に適合していれば通行が認められた。また SCA は、 軍艦の通過時に使われるタグボートの積数を取り決める権限を持ち、航行時の高い安全性を確保している。スエズ運河建設に伴ってナイル川デルタからワービトミラートを経由し、スエズ南部やポートサイド北部まで通じていた淡水の運河は分断された。これらの淡水運河は1863年には完成され、乾燥地帯に淡水を運ぶ機能を担っていた。 この淡水は当初は運河建設に、後には運河沿いの農業や生活用水に利用されていた。航海は地中海東岩よりも約1.2メートル、3.9フィート高いが、グレートビター湖において海水は冬に北へ、夏に南へ流れる。干満は湖の南岸で生じるが、その高さはスズシエズ市沿岸部とは異なっている。このグレートビタは、 かつて火炎成古であり、1869年の運河開通後数十年間はその高い塩分ゆえに、紅海と地中海の間で生物の移動を防いでいた。しかし長い時間を経て、水が入れ替わり、湖の塩分濃度が低下すると、紅海の動植物が地中海東部に進出して生育域を作り出した。紅海は一般に、大西洋よりも塩分濃度が高く栄養に乏しい。 そのため航海種の生物は地中海の中でも公園分、金洋分の東側領域では大西洋種よりもその環境に馴染み進出したが逆に地中海側の生物が航海で繁殖することはほとんどない。この移住現象はレセプス移動もしくはエリクラー侵入、エリスリアンインベージョンと呼ばれる。このような地中海東部の生態系への影響は年の アスワンハイダム運用開始なども関わった。ナイル川全体の様々な開発も伴い、ナイルデルタや地中海へ流れ込む淡水の総量は、減少、栄養分が豊富なシルト類が行き渡らなくなった。これによって、海域の塩分濃度希釈が少なくなり、自然に起こる濁度も低下し、地中海東部の環境をより、航海に近い状態にした。 運河の建設によって侵入した航海種は、移入種として地中海の生態系の中で無視できない数まで繁殖し、環境に深刻な影響を与えている。地中海の地域種や固有種には圧迫され衰退が懸念されるものも多く存在する。すでに約300種以上の航海からの移入種は確認され、潜在的にはそれ以上の数がすでに地中海に 移動していると考えられる。エジプト政府は運河の拡充を施行しており、生物海洋学らはこのことが航海士侵入のさらなる拡大につながるのではと懸念している。古代ナイル川から航海まで達する東西方向の淡水運河があり、ファラオの運河と呼ばれている。現在も同様のルートをカイロ市からスエズ市への灌溉用水路が通っている。これは センウセルト2世もしくはラムセス2世の居室によって細い運河が改作されたというものもしくはこの運河を組み込みながら猫2世の時代に取り組みが始まりダレエオス1世の頃に観光した運河を指すものであるエジプト第十二王朝ファラオのセンウセルト2世やセンウセルト3世など伝説的セソストリスらは紀元前1897年から 紀元前1839年にかけてナイル川と航海をつなぐ運河の建設に乗り出したと言われ、これは当時の航海は現代よりも北まで改新しており、現在のグレートビター湖やティムサーハコも海域にあった。アリストテレスは気象学にて以下のように記述している。ストラボンはセソストリスが運河建設に取り掛かったと記した。ガイウスプリニスセクンドスは 博物史に、エジプトをセソストリスが船舶用運河で、航海の港とナイル川の出るたちを結び、その延長距離は60マイルであったこと、後に、ペルシアのオーダレイオスが、同じ発想を持ち、また、プトレマイオス2世も幅100フィート、深さ30フィートの溝を、グレートビターコに至る長さ100イルにわたって設けた、ことを書き残している。19世紀後半、フランスの地理学者は、 ティムサーハコの東側を通って、グレートビター湖の北端近くまで達する南北を結ぶ古代の運河を発見した。この運河は前述のものと異なり、ティムサーハコ付近まで改進していた航海沿岸を航行した船がそのまま北進する運河だったと考えられる。20世紀には、ティムサーハコからバッラ湖、現在のバッラバイパス付近まで延長する工事の跡が発見され、これは 運河沿いに建てられた古代遺跡からエジプト、中央国以降のものと推測された。これが、セソストリス時代の古代運河と同じか否か判明しておらず、東方に対する残豪の可能性も消されていない。紀元前1470年のハトシプスとザイイージに行われた、プント遠征団を描いたレリーフには、遠征軍が、プントからの帰路が後悔だったことを表現している。このことから、 当時、航海とナイル川を結ぶ航路が存在したという提言がある。このレリーフから、運河はラムセス二世在位の紀元前13世紀頃まで存在したと想像される。東西を結ぶ運河の移行は、古代エジプトのブバスティス、アワリス、ペルラメセス、ビションを結び、これは1799年に技術者や地図制作者を率いたナポレオン・ボナパルトが発見した。 これは、エジプト史にまとめられた。ギリシアのヘロドトスが表した歴史によると、紀元前600年頃に、猫2世は、ブバスティスト・ピション、ヘリオポリスを東西に貫き、ワジ・トミラートを通る運河建設に着手したとあり、それをヘリオポリス湾と航海まで延長したと考えられる。しかし、彼の事業は完遂されなかったとも伝わる。 ヘロドトスの記述によると、数字には疑わしい点もあるがこの事業で12万人が死亡したという。ガイウスプリニウスセクンデスのことでは、猫二世紀の運河拡張は57マイルに及び、これは谷を通りながら、ブバスティスからグレートビターコへ至る距離に相当する。ヘロドトスが述べた、距離センスタディオン以乗、114マイル以上とは、 当時のナイル川と航海を完全につなげる距離である。猫二世が死去すると事業は中止された。ヘロドトスはその理由を、運河の完成は他国に入りすると警告する信託があったためという。実際には、ネブカドネザル二世との戦争が事業継続を不可能にした。猫二世の運河は古代エジプトを征服したペルシアのダレーオス一世によって完成された。 当時、ヘリオポリス湾と航海の間には、グレートビター湖のちょうど南に位置したシャルーフ、シャールフ、チャウフ、シェールーフの町近郊を通る自然の水路があった。しかしこれはシルトで埋まっていたため、ダレエオス一星は春節させて、船の通行を可能にしたと言われる。こうして作られた運河は、ヘロドトスによると二隻の三段回線がオールを出した状態ですれ違うことができるほどに広く、 全長を進むのに4日間を有した。ダレーオス一世はこの事業を記念し、スエズ市から数マイル北にあるカブレット、コップレット近郊などナイル川の土手に数多い、花崗岩製の石碑を据えた。この、大ダ,ダレーオスのスエズ悲鳴は、以下のように伝える。運河はナイル川のブバスティスにつながっていた。ピーションにある記念柱の碑文によると、 紀元前270年もしくはその翌年に、プトレマイオス2世は、航海のヘリオポリス湾にあるアルシノエに講門ず、水門を設置し、海水が運河に流れ込まず淡水が維持されるように工夫して、運河を再開させたとある。歴史家の研究によると、航海の海岸線は徐々に後退し、数世紀後には、ティムサーハ湖やグレートビター湖の位置よりはるか南の、 現在の位置まで下がったと考えられている。さらに、ナイル川で堆積する泥の存在も、運河が通る国々にとって、維持補修することを困難なものとした。フトレマイオス2世から約100年後のクレオパトラ7世の頃には、ナイル川デルタのペルシア川支流に溜まったシルトによって、東西を結ぶ運河はどれも、航行不能な状態になってしまった。8世紀までの時期。 オールドカイロと航海を結ぶ運河が存在した。ただし、誰によって建設されたかは、複数の説があり、トライアヌス、アムルイブンアルイコールアース、ウマルイブンハッターブのいずれかではないかと考えられている。この運河は、ナイル川沿いのオールドカイロと現在のスエズ近郊を結んでいた。地理学者のディクイルは、8世紀前半に聖地を巡礼した、イギリスの僧、フィデルスが、 道中にナイル側から航海へ運河を航行したと話した内容を報告した。767年には、アッパース町のカリフであるマンスールがアラビア半島の敵対勢力に対抗するため運河を閉鎖したと伝わる。千年頃、ハーキムはオールドカイロと航海間の運河修繕に乗り出すという意見もあるが、それはごく短い期間にとどまり、再び運河は砂に埋まったという。 ただし一部の構造は残り、年一度のナイル洪水の際にそこは水で満たされる。ナポレオン・ボナパルトは、運河の移行発見に熱心で、1798年、後半に、考古学者や科学者及び地図学者や技術者らの集団に調査をさせた。この結果は、エジプト誌にまとめられ、そこには、航海から北へ伸び、そしてナイル川を目指して西へ転じる古代運河の、 発見について説明する詳細な地図が添付された。イギリスが牛耳っていたインド貿易へ干渉するため、ナポレオンは地中海と黄海を南北に結ぶ近代的な運河の建設を真剣に検討した。しかし、事前調査を行ったところ黄海の水面が地中海よりも10メートル33フィート高いことが判明し、黄門を用いた運河建設には、 多額の費用や長い期間がかかるため、この計画は頓挫した。ただしこの調査結果は誤っており、これは戦時下で測定を行わざるを得なかったことが影響し、計算の間違いが積み重なった結果であった。現在でも明瞭になっていないが、ブバスティスから航海までつながる古代の運河ルートは、1861年頃までは、ところどころ、水をたたえる場所があった。 建設に立ちはだかる海面の高低差は意識され、続けたが、ヨーロッパから東へ抜ける回路を大幅に短縮する、運河への気球は消えることはなかった。1830年、フランシス・チェスニーがイギリス政府へ提出した報告書では、航海と地中海には海面差がなく運河建設は可能であると述べられていたが、これによって、イギリスが何らかの行動を聞くことはなかった。 トーマス・フレッチャー・ワグ法ーーンは、スエズリクをつなぐ、馬車輸送を整備し、ヨーロッパとインドを結ぶ、郵便経路を、約3ヶ月から35から40日に短縮した。フランスの冒険家、リナント・デベレフォンズは、エジプト公共事業省の主任技師となり、市内半島を調査して、運河建設の計画に当たった。1833年、主に技術者集団から構成される。 フランスのサンシモン教が、東西療養の融和という観点から運河に興味を持った。同教設立者の一人、バルテルミー・プロスペル・アン・ファンタンは、ムハンマド・アリーと接触を持って運河へ関心を向けさせようとしたが、これはトローに終わった。1836年には、オーストリア帝国で、鉄道開通に尽力したアロイス・ネグレッディも運河に着目した。このような流れの中、 1846年に、アンファンタンは、スエズ運河研究会、ソシエテティ、エイトゥーズジュカナルでスエズを開催し、ロバートス・チーブンソン、ネグレッディ、ポール・エイドリアン・ブルダルーらがベルフォンズの協力を受けながら、スエズ運河の検討を行った。この時に、ブルダルーが調査した結果から、地中海と航海には、海面の高度に差がないということを広く知られるようになった。しかし、 イギリスは影響力を持つインド貿易が自由に通行できる運河開通によって脅かされるのではと懸念し、その一方でアレキサンドリアから回路を経由し、末に至る鉄道を敷設する方が好ましいと考えた。この鉄道は後にスチーブンソンによって開通した。1854年と1856年にフェルディナンド・レセプスは、 バンコクに開かれたスエズ運河建設を行う会社の設立についてエジプト総督のサイードパシャから利権を得た。この会社は運河開通から99年間の事業権も獲得した。この背景には1830年代にフランス中エジプト大使だった頃にレセップスが培った人間関係が構想した。利権にある通り、 レセップスは7カ国から集めた13人の専門家をメンバーとするスエズ地況改釈検討国際委員会コミッションアンターナショナルポアールピアースメントデールエスミデススエズを開催した。その中にはロンドン土木工学技術者協会会長のマックリーン、リナントデベレフォンズの計画を説明し、実現の可能性と最適な運が路ロについての助言を求められたアロス。 ネグレッリラが参加した。エジプトで測量と分析そしてパリで何度も議論が行われ、ネグレッリの様々なアイデアが織り込まれながら、運河についてあらゆる角度から検討が加えられ、1856年12月に委員会は満場一致で運河の全体像と詳細に関する報告書をまとめ上げた。1858年12月15日、スエズ運河が医ザ、 スエズカナルカンパニー、コンプニニバーセルジュカナルマリタイムでスエズが設立され、現在のポートサイド沿岸で建設が開始された。掘作は、エジプト人の強制労働、コーベイ、コルベ、不益の意も使われながら、約10年間かかった。ある説によれば、3万人が常時支援され続け、様々な国から延べ150万人が、この労働に従事したという。そして、 数千人がこの労働で死亡したとも見積もられる。また、工事にはフランスで発明された蒸気駆動の土木研機ラダーエキスカベータ使用された。運河建設に一貫して反対の立場だったイギリスは外交的な駆け引きの一つとして運河建設における労働者の扱いが1830年にヨーロッパで禁止された奴隷的だとして公式に非難した。その一方で、 イギリス海軍の強大な海軍力を背景に武装化、ベドウィンを送り込み、労働者の反乱を煽った。建設における過酷な労働条件は改善され、総督は計画に支障を及ぼすコレベを停止し、このイギリスの行動にリセップスは大いに起こり、数年前にイギリスが建設したエジプト鉄道の際に政府が労働者に敷いた労働とそれによって多くの死者が出たことを取り上げた。 避難の手紙をイギリス政府に送りつけた。スエズ運河会社の国際的評判は芳しくなく、その株式には当初あまり買い手がつかなかった。フランスの株式市場では芝叩く間に完売したが、イギリス、アメリカ合衆国、オーストリア、ロシアでは全く売れなかった。当時のイギリスでは以下のような会議論があった。多くの技術的、政治的、 財政的問題は克服されたが、それでも、運河の総建設費は当初予想の2倍に膨らんだ。そして1869年11月17日午前8時、運河は開通した。東と西の結婚と形容された開通式では、フランス皇后ウジェニーが乗る、皇室所有のエーグレ号が先頭を切り、イギリスの P&O ライナー車線が続く総勢48隻が、 オートサイドから運河を渡り、オーストリア皇帝など、ヨーロッパ中から1000名以上の品格が出席した。1867年以来、日本に駐在した英国外交官ウィットフォードは、1870年に帰国のため、シンガポールからマルセイユまで登場したフーグリー号が、開通式に披露行事として通った船を除けば、我々の船が、営業開始後の一番目の船となったと解雇としている。 運河開通直後、スエズ運河会社は財政難にあった。観光は1871年まで長引き、当初の2年間は運河利用数は予想を下回った。収益を改善するためレセップスは、1854年にイギリスの商船法へ導入された理論上の相当数で通行量を決めるムーアサムシステム、ムーアサムシステムに加え、船舶の実績再能力を 三室基礎とする追加交戦、トンネアウでコパしてを上乗せする改定を行った。続いて行われた商業上及び外交的交渉の結果、コンスタンティノープルで国際委員会が開かれ、1873年12月18日付け規定書にて、順トン数、ネットン投げ、NT の基準と料金表が定められた。これは現在でも用いられる、スウェズンガトン数。 スエズカナルネットトン投げ、SCNT とスエズ運河特殊トン数、スエズカナルスペシャル中日サーティフィケート、SCSTC の期限となった。運河開通は世界貿易に劇的な効果をもたらした。6ヶ月前に観光していた大陸横断鉄道と接続することで地球を一周する時間は大きく短縮された。さらにヨーロッパのアフリカ植民地下に拍車をかけた。 運河建設には一貫して反対してきたイギリスだったが、蓋を開けてみると、スエズを通過する船の八割がイギリス船績だった。なお、1873年に日本の岩倉使節団も岐路にスエズ運河を航行しており、当時の運河の様子が記録されている。1875年、サイードパシャの公認イスマーイルパシャは、かさむ、対外債務のためにやむを得ず、 エジプトが持つスエズ運河会社の株式を400万ポンドで手放す決意をした。この情報を入手したイギリスは国策を転換し、急遽資金を調達してこの株を購入。スエズ運河の株44%を保有する筆頭株主となった。この決断をした首相のベンジャミンディ・ズレイリは、議会の承認なしにことを進め、購入資金をロスチャイルド家から借り受けたことが、 イギリスの憲法制度に反するとウィリアム・グラッドストン告訴された。1882年に、ウラービー革命で起こった暴動を口実に、イギリスはエジプトに軍事介入を続け、1888年には、スウェズ運河の自由航行に関する条約、コンベンション・オブ・コンスタンティノプルにて、スウェズ運河イギリス管轄下の中立地帯と定められ、第一次世界大戦を経て、 イギリス軍の駐留が続いた。これは1915年にオスマン帝国から攻撃を受けた際、戦略上重要な防衛戦となった。1936年のアングロエジプト条約、イギリスエジプト同盟条約ではイギリスが運河の管理権を主張し、スエズ運河に軍隊を駐留させた。1951年10月8日、エジプト政府は、 第二次世界大戦後も過剰な椅子割り状態を続けるイギリス軍に対しアングロ・エジプト条約の破棄を宣言し軍の撤退を要求した。さらにストライキで橋を発した運河労働者らエジプト住民にも繁栄行動が広がった。イギリスはアメリカ・フランス・トルコと共同で運河を防衛する同盟をエジプトにも呼びかけつつ治安維持名目で住民デモへの発砲や 施設占領などの強行策にも出た。この事態は民衆運動がゲリラ活動など民族闘争まで発展し、エジプト王朝を脅かすところまで及んだため国王が中心とな、妥協が図られ、イギリス軍は中東を維持された。しかしこの事件によってエジプトの社会、経済体制の矛盾が露呈し、6ヶ月後のエジプト革命につながる一因となった。 中立外交政策を取る共和国製エジプトがソ連と交渉を持ったことを理由にイギリスとアメリカがアスワンダム建設支援の公約を取り下げたことが発端となりエジプトのガマール・アブドゥナーセル大統領は1956年7月26日にスエズ運河を国有化しスエズ運河町へ管理を移管させる宣言を行ったこれに対抗してイギリス フランス、イスラエルが密約を交わして軍事行動を起こし、スエズ危機と呼ばれる第二次中東戦争が勃発した。イスラエルが陸上から侵攻し、イギリスとフランスが空軍及び支援活動を行った。しかしこの作戦にアメリカは参加せず、イギリスはアラブ諸国や反植民地主義世論から厳しい批判を受けるようになった。戦線が拡大し惨憺たる状態となったイギリスを、 救うため、カナダの外相レスター・ビー・ピアソンが、スエズ運河通行の安全確保とイスラエルの市内、半島撤退実行を目的とした初めての国連平和軍創設を提唱した。1956年11月4日、国連加盟国の大部分が国連平和維持軍が市内半島に駐留し、エジプトとイスラエルが双方軍を撤退させるまで、 自任統治を行うというピアソン案を指示し、採された。アメリカもこれを指示し、ポンドを売却し価値を下げる圧力をイギリスにかけ、同国の軍撤収を認めさせた。ピアソンには、後にこの功績が称えられ、ノーベル平和賞が贈られた。スエズ運河は、エジプト軍が故意に船を沈没させて強制的に閉鎖されていたが、1957年4月に国連の支援で撤去され、 再開通した。運河と市内半島の中立を維持するため、第一次国際連合緊急軍、ユナイテッドネーションズエマージェンシーフォ Force、ユネフが設立された。1967年5月、ナーセル大統領は、国連平和維持軍に対しスエズ運河を含む、市内半島からの撤収を求めた。イスラエルは反対したが、国連はこれを認めて、軍を引き上げ、エジプトは、 イスラエル国境まで軍を駐留させ、チラン海峡のイスラエル赤線の航行を封鎖した。なお、スエズ運河のイスラエル占領は、1951年1952年の短い期間を除き、1949年以来認められていなかった。この事態が1967年6月に、イスラエルをしてエジプトへの先制攻撃に借り立て、 シナイ半島とスエズ運河制圧に乗り出させた。こうして起こった第三次中東戦争の期間、封鎖された。さらに、第三次中東戦争の結果、イスラエルはスエズ運河まで進撃し、運河はエジプトとイスラエルが対峙する前線となった。このため、通行不能状態が続き、運河には黄色い船団と呼ばれることになる14隻の 貨物船が8年間にわたって閉じ込められることになった。1973年10月の第四次中東戦争中、運河はイスラエルが占拠した市内半島に向かうエジプト軍とエジプト本土に攻め込むイスラエル国防軍とが相互に渡過作戦を実施している。運河周辺には戦車などこの戦争の残骸が記念碑として残されている。第四次中東戦争後、 イスラエルとエジプトは和平の方向に向かい、運河再開に向けて動いている。市内半島には第二次国際連合緊急軍が展開し、両国の兵力引き離しを行った。1974年5月から12月には第四次中東戦争でスエズ運河に巻かれた機雷を排除するため、アメリカの洋島が12機の RH-5、3D を積載して現地に向かい、 総会作業及び不発弾的去のを実行した。これによって、故障部を含む運河にあった嫌いの99%が相当され、1975年に運河通行は再開された。第二次国際連合緊急軍は1979年に展開期限を迎えた。アメリカ、エジプト、イスラエルをはじめとする諸国が1979年の エジプト・イスラエル平和条約に基づき、平和維持に関して、国連の役割を強めようとしたが、シリアの反対を受けたソ連が、国際連合安全保障理事会にて賛同せず、これは実現しなかった。そこで、1981年に他国籍監視軍が創設され、イスラエルの段階的撤退を後押しした。これは、アメリカ、イスラエル、エジプトの合意のもと実施された。 工事費80億ドルをかけて約1年にわたり、運河の拡張や浚渫を行い、190キロ区間のうち72キロ区間で浸水路の浸水図運河を建設して2015年8月6日に開通した。エジプト政府はこれにより1日平均の通行船舶量が現在の49隻から97隻に倍増し、通行量も2.5倍になると見込んでいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。